こんにちは、森下ットホームの森下です。今日はですね、家作りがこういろいろ詰まってくるとですね、どんな風な内装にしようかなっていうところでよく話題になるですね、張り見せ天井、あるいは張り表しとか言いますかね、まあ、そういうことについて少し解説をしていきたいと思います。はい、皆さんどうですか？張り見せとか張り表しとかってこうやってみたいと思われます？でね、僕ね、それやってみたらってこう結構言う方ではあるんですけど、まあ、そのいいとこ悪いとこっていうのはまあ知っといてもらった方がねいいので、そのことをちょっと解説していきたいんですけども、まあ、いつもように僕のちょっと板書き見てもらいたいんですけど、まあ、一口で張り見せ天井っていうんですけど、大きく言うと2つのパターンがあるんですよ。でその一つがちょっとね、僕の拙いであれどこまで伝わるかあれですけども、こういう針がこうドンと現れて、この天井部分、屋根部分がその針より離れてるっていうケースで、もう一つがですね、針と天井がひっついてるというケース。そもそもね、針って、まあ、僕なんかもほぼ生まれた時ぐらいからそういう言葉に慣れ親しんでる人間けど、針って意外とみんな聞かへん言葉だと思うんで、ちょっと説明だけしておくとですね、まあ、建物ってこうやって柱が立って床があってっていう、まあ、こういう構造になってるんですけども、この床を支える、まあ大火材っていうんですけども、横にかかる材料って書くんですけども、大火材のこれのことを梁と言います。だから橋ね、道路にかかってる橋もあれ橋脚っていうのが一種の梁ですよね。でこういうようなもので、このを一般的にはね隠すんですよ。床張って天井張ったら見えなくなる。でこれをあえて出すというのが張り見せ天井っていうことになるんですよね。でじゃあそれをやるということに関してはメリットがあるからやるんですよね。で何かというと、一番はですね、あえて隠すものをあえて出すということで、デザインとしてメリハリをつけるってことですよね。これが一番ですよね。でそれから天井だ、まあ天井だが高くなりますよね、どっち選んでも。なんでかだから針の分、こう針がこうボコッと出っ張ってるから、出っ張ってる分だけ有効寸法は針の下場になるんですけど、ボコッとへこんでる分だけ実情天井高くなった感じがするじゃないですか。なのでなんていうかこう開放感があったりとか、そういうことになっていくんですよね。それからまあなんていうかね、こう人間って不思議なもんで、気のぬくもりっていうの結構嬉しいんですよね。そしてその気のぬくもりに合わせて僕が思うのは、例えば古い古民家なんか行ったらでっかい針がかかったりしてるけど、あれがね時間が経ったらねええ感じになるんですよ。これ経年変化やつですね。でこういうようなことが味わえるのがこの、まあ、張り見せのメリットかなと思います。でもね実はこのデメリットっていうのがこうありましてね、一つはですね照明がつけにくい、どう言ったらいいんですかね、多分ダウンライトなんかやったらこう埋め込み照明なんて懐がいるんですけども、例えばもうこういう風なところでこうここを下げてですね、天井を下げるというような時はまだやれるんですけども、2階の床板そのままむき出しにやるという時だったらもう懐がなくなっちゃうんでつけにくい、それから電線を這わすとこがないとかですね、だからこういうことができたりします。でそれとまあこの特に上っ側のケースなんかは長い暮らしの間にほこりが上にこう滞留したりするから、最近の畑かけるとかいう言葉あるんですかね、畑があるお家って僕は少なくなったなとは思うんですけども、この畑をかけたりしてで氷がこう散らしてまた掃除するみたいな、こう結構面倒いうところがありますね。それからさっき言いましたこの2階の床板をそのままむき出しにするという衣装もあるので、その時はねやっぱり防音性が低くなる、まあ、響きやすいことですね。でこういうようなデメリットがあったりします。なのでですね、張り見せをやるときはここを思いながら、上手にですね、
やっていくところですね。で、僕がちょっとまあ、ついでですけど、照明器具をつけやすく言うと、断面図で書くとですね、こう針があると、こう床板がこう乗ってるんですよね。そうするとですね、あの電線まず通さなあかんので、まあ、針の欠損を最小限のためなら、こういうふうに針をちょっと書いてですね、ここに電線をこう入れたりですね。だから、こんな感じで二重にして、で、こう材料は同じものを使うんです、こうね。そうすると、下から見たら、ちょっと段差あるんですけども、ほぼ同じ仕上がりに見えて、こういう隙間に電線が入るっていうことができたりしますから、こういうところを踏まえながらやってもらいたいな。で、そうすると結構うまくいくなと思います。で、この針見せをね、ちょっと今回話題にしようと思ったのは、実はその、結構なんか、これ結構家のなんかデザインに関しては大きな影響を与えるからなんですよ。で、意外にそのことを意識せずにわからんままやっとられてって方もいらっしゃるんでね。で、これはもうよく飯塚先生なんかのお話でも言うんですけども、針をですね、こうやってむき出しにこれだけを強調するっていうやり方もあるんですけども、落ち着いたデザインを考える時だったら、例えばですね、こういう面を針と同じような色味に揃えていくとかみたいな感じで、なんていうんですかね、すごくこう針だけを強調するっていうことの良し悪しっていうのがあるんですね。で、こういう針むき出しになった針だけを強調するっていうのもよくあります。で、我々もさせていただくことあるんですけども、面として、まあ、同じような素材とか同じような色調で揃えるっていうことを一つ頭に置いた方が、なんていうんですかね、より洗練されたインテリア空間になるっていう傾向があるので、ちょっとそのことをこうお伝えしたかったことがこの、今日の話した理由1です。で、2つ目がですね、この僕が思うですね、張り見せ天井の最大のメリットっていうのは、天井高を低くできるってことなんですよ。そうですよね。例えば普通一般で天井高これ 2.4 メーターっていうこと多いんですけども、上に空間がね、例えば 2.4 ここですよね。だからこう上に懐がある、この上に懐があるっていうことになると、懐が取れるので平均天井高で当然上がっていくわけです。ってことになると、買い高を抑えることができるんですよ。で、それが何やねんって思われると思いますけどね、家ってね、こう正面から見て、例えば切り妻ね、こうなんですけど、同じ床面積のお家でも、これ階高が変わると見た目が変わるんですよ。で、僕はもちろんこれ好みあると思いますけどね、特に日本人の血が流れてる方は、全体的に建物が低く感じる方が絶対外観は綺麗に見えると思います。でも、これ階高を下げるということは、やっぱり天井高は行ってほしいっていう気持ちも分かるしね、そういうことで言うと、いろいろこう、それからまあ配管のスペースも取らなあかんとかいう葛藤があるんですよね。で、でもこの張り見せすることによって、結構それがうまくやれる。リビングダイニングなんかとか、ちょっと大きな部屋とかみたいな、そのスペースが階高が高いっていうことが多分一番主やと思う。で、なおかつ相反する問題で、階高を高く取ると、天井高を高く取ると階高が高くなっちゃって、建物の、外観を損ねるっていうことがあるので、それで、この張り見せ天井をやると、そこに対して、最初からアプローチするっていうことになっていくですよね。なんでぜひね、ちょっと僕はまあ今日一番言いたかったのは、張り見せっていうのは、ただ単にインテリアのアクセントじゃなくて、建物の全体のプロポーションとかデザインを左右する一つの大きなポイントなんだっていうことを知ってほしい。で、そういうことを頭に置いてもらって、張り見せ天井を楽しんでほしいっていうことなんですね。はい。まあちょっと今日は小ネタでしたけどね、ちょっとどうしても言いたくなったんで、動画を撮らせてもらいました。まあこんな感じで、なんだかんだ家づくりについていつもお話をしてますので、よかったらね、チャンネル登録をしてみてください。